こんにちは、極限ドーナツです。今回は芸能人と似ているプロ野球選手を見ていきます。それでは行きましょう。1人目は新井貴浩選手と新井博文さん。雰囲気似てますよね。しかも名字も一緒。2人目はテニスの錦織圭選手と上原浩二選手。そっくりだ。上原選手は錦織選手のことを弟と呼んでおり、ツーショットも撮っています。それがこちら。上原選手が自身のインスタグラムに投稿した写真で、ファンからは激似という声も。3人目は菊池亜美さんと元ベイスターズエリアン選手。性別が違うのにしっかり似てますね。面白いですね。とても。菊池亜美さんは自身のツイッターにエリアン選手と菊池さんの顔のケーキを載せています。それがこちら。ギャグ戦たかし。4人目は綾瀬はるかさんと能見篤選手。2人とも美男美女ですよね。口元がめっちゃ似てるなぁ。2人を合成した写真があります。それがこちら。完全一致。5人目はガルシア選手と土屋太鳳さん。なんでかわからないけど似てる。いやー、なんとも言えん。ツイッターでめっちゃバズってました。とても面白い。2人ともつぶらな瞳を持ってますね。美しい。6人目は広瀬アリスさんとマーティン選手。いやー似てます。これは広瀬アリスさん公認らしい。ジョージアのキャンペーンにビデオメッセージで共演。2人とも嬉しそうでした。7人目は渡辺真由さんとアレックス・ラミレス。これは間違いなく似てます。またまた面白いですね。これもラミレス公認みたいです。この画像を見るとほぼ同一人物です。先祖で血つながってそうですね。8人目は大山雄介選手とみやぞんさん。笑った顔が同一人物ですね。大山雄介選手はこのことを自覚していて、似ている芸能人は誰だと思いますか？という質問にみやぞんさんと答えてます。それがこちら。選手間でも言われてそうですね。大山選手がリーゼントにすれば見分けつかない説。9人目は金本智明さんとフィギュアスケート坂本花織選手。親子に見えてきました。2人ともこけし顔でそっくりです。親子説。10人目は藤川球児さんと映画評論家の有村昆さん。顔の形も大きさも似てますよね。どちらも口が達者ですしね。こんな顔の人は喋りがうまそうです。11人目は川谷絵音さんと金子千尋選手。なんか2人ともカリスマ性が見えます。カリスマといえばヒカルさんにも似てないことも。12人目は鳥谷敬選手と大沢貴男さん。めっちゃ似てますね。2人ともイケメンです。ですが鳥谷選手によると全然似てないそうです。皆さんはどう思いますか？どうでしたか？皆さん似てますよね。誰が一番似てましたか？衝撃的な2人も結構いましたね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。